とキャベツ、この辺をちょっとさりげなく。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ドゥドゥーン、サンプルー。ということで、夏といえばやっぱ私なんか夏といえばサンプルんで、去年の夏も作ってて、一昨年の夏も確か作ってて、って夏になるとサンプルン作りたくなって買ってしまいます。で、今回は焼きそばのサンプルンを買ってみたので、こちら作っていきたいと思います。夏休みということもあって、結構サンプルンのお店でも自由研究みたいな感じで取り上げられているので、まあ自由研究の参考にでもなれば嬉しいです。よかったら見ていってください。それでは作っていきましょう。それでは中身の方を見ていきましょう。サンプルン、今回は焼きそばで中級の難しさとなっております。オープン。じゃーん。これはまず説明書ですね。あ、すごい、カップ見て見て、焼きそば入れるカップも入ってます。結構高級感ある、ただの紙皿じゃない厚めのお皿です。そして割り箸とかの小物類、麺と具材ですね。すごいすごいすごい、キャベツあるよ、キャベツ。あとはこういうのもカットして入れていくのかな。ということで早速作っていきたいと思います。あ、まだあった、タレ、焼きそばのこれタレですね。ということで作っていきましょう。あー、見て見て見て、これ大きいブチブチもある。これちょっと潰していい？おお、これいいね。あー、これまず最初に土台の準備をしていきます。で、この割り箸とクリップ、あとこのスタンドみたいなやつがあるんですけど、このスタンドみたいなやつの真ん中にこのクリップをキュッと挟んで、でクリップが倒れないようにここをくるくるして固定していきます。で、しっかり固定できたらこれをお皿に置きます。そしてこのお箸、このお箸をこのクリップの先端、ここの挟めるところに挟むんだって。こんな感じで土台の準備できました。続いて具材の準備をしていきます。この具材、これキャベツ、めっちゃリアルなんですけど、これを42度から45度のお湯の中に入れて柔らかくしていきます。本物みたいですね、これ。そして次、人参、これもね、若干真ん中に筋っぽいのが入ってて人参っぽいです。続いて紅生姜、これと、あとね、豚肉、これもめっちゃリアルですよね。すっごいリアルな豚肉と、そして最後玉ねぎ、これもね、ここに線がいっぱい入っててリアル玉ねぎみたいになってます。これを入れて少し柔らかくします。しばらくつけていきました。どうかな、あ、めっちゃ柔らかくなってる。ほら、本当のキャベツみたい。見て見て、ほら、すごいすごいすごい。この状態になったらハサミでこちらカットしていきます。こんな感じでジグザグって三角形に、こんな感じかな。で、少しね、うねりとか出しておくとよりリアルになるみたいだから、少しこう曲げたりしておきます。同じようにして他のやつも切っていきます。斜めに、斜め、斜め、斜め。続いて人参切っていきます。人参は縦中に短冊切りみたいにしていきます。で、人参も同じようにちょっと自然に見えるように形を作っていきます。続いて玉ねぎ、三角に切ります。直径、直径と。で、ちょっと焼くとこう縮むから、こんな感じでちょっと縮めて。そして最後紅生姜、紅生姜は細く細かく切っていきます。できるだけ細く。よし、こんな感じで具材の準備できました。じゃじゃーん。そしたら次は麺を茹でていきます。で、こちらの麺全部茹でるんじゃなくて、結構細かく細かく茹でていくみたいです。なので、まずとりあえずこれぐらいの量をお湯の中に入れて柔らかくします。よいしょ、すごい柔らかくなってきました。結構もうすぐ柔らかくなりますね。こんな感じで麺っぽくなってきたら、最初に作ったこちらの土台、このスタンドを隠すようにしてこの麺を巻いていきます。このクリップを隠すように、こういうことですよね。こうやって、
あ、なんかだんだんそれっぽくなってきてるかも。いいんじゃない、結構いいんじゃないでしょうか。てか箸割った方がリアルだよね。箸割れないかな、せめてここの間に麺を通しとこうか。こうやって、よし。そしてここの麺の間にちょっと具材を挟めていきたいと思います。とキャベツ、この辺をちょっとさりげなく絡めて、と紅生姜、よし、こんな感じでこの上に伸びている部分はこんな感じでいいんじゃないかと思います。続いてはこの下の部分、麺をくるくると盛り付けていきます。盛り付けるときはこの麺の端っこは内側に入るようにした方が美味しくそうに見えるそうです。はい、こんな感じで麺の方を盛り付けていきました。じゃじゃーん。ここまでできたらこちらのソースと具材盛り付けていきます。もうこれが締めの段階ですね。筆とかを使って結構奥の方にも塗っていくとリアルに見えるとのアドバイスが説明書に書いてあります。で、乾くと色が濃くなってリアルな感じになるみたいです。こんな感じで全体的になんとなくなったら、この余ったソースこの具材に混ぜていきます。ぎゅーっとこれを適当に混ぜて、玉ねぎ、こんな感じで、キャベツ、玉ねぎ、今日はサンプルの焼きそば作っていきました。どうでしょうか。じゃじゃじゃーん。結構よくできたんじゃないかなと思います。多分ね、ちょっと自分で言うのもあれなんですけど、あのソースがさ、やっぱ最初塗った時大丈夫かなと思ったんですけど、乾いたらね、もうめちゃくちゃ香ばしく焼き上がったような麺になりました。で、今回中級ということで、まあまあ作りやすかったです。私昔サトチンさんとピザ上級編のピザをね作ったんですけど、めちゃくちゃ難しくて、あれなかなかリアルにできなかったんですけど、今回の焼きそばはなかなかリアルにできているんじゃないかと思います。この他にも初級編とかでかき氷とかそういう違うやつもあるので、サンプルの好きなやつ作ってみるのも楽しいんじゃないかと思いますので、よかったらチェックしてみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。はい、という感じで、結構リアルじゃない？ほら。